こんにちは。こんにちは。TV つきママです。ママです。よろしくお願いします。本日はこちら、じゃーん。ザラでセール品のワンピース購入してきましたので、そちらをご紹介したいと思います。はい、おなじみのザラですけど、前回動画で月パパが今履いてるパンツなんですけど、はい。これをご紹介させていただいたんですけど、その時に私も一緒にワンピース購入しましたので、そちらをご紹介したいと思います。はい、メンズは結構あれですよね、売り場の半分がセールだったっていう感じですよね、うんうん、今1月中旬頃行ったんですけども、はい、ですよね。レディースも大体半分くらいだったとは思うんですけど、セールの内容自体がもうほとんどなんか T シャツとか春夏に着れそうなワンピースとかそういったものが多かったんですよね。その中からちょっと掘り出し物を安く見つけたので早速ご紹介していきたいと思います。で本日は、こちらのワンピースの商品のレビューとあとコーディネートをご紹介したいと思いますので最後までご視聴お願いいたします。はい、はい、では早速今回購入したいアイテムがこちらです。じゃーん。名前がアシンメトリーポプリンワンピースです。はい、価格がですね5990円が1990円になってました。はい、はい、激安ですとサイズがちょっと驚くかもしれないんですけど 2XL を購入しました。サイズが、XS から 2XL まであります。はい、はい、で素材がですねコットン100なります。綿 100% の素材になります。ポプリン生地なんでちょっとドレッシャーズのようなパリッとした感じの生地ですね。そうですね、はいですね。かわいい、また買っちゃいました。A ラインのワンピースで、名前にもある通りアシンメトリーなんですよね。なので、左右じゃなくて前後の長さが違うんですよ。前が短くて後ろが長いって感じですね。アシンメトリーになってます。はい、あと特徴なんですけど、まずは、襟周りですね。はい、丸いちょっと少しちょっと XL なんで少し空いたように感じるんですけど、でも普通にそんなに空き感はあんまりないような普通の丸首のシャツになります。はい、で袖が半袖ぐらいのシャツになってて、はい、ギャザーが入ってるので着た感じ少しふわっと盛り上がるようなパフスリーブのような感じになりますね。で、身頃自体が1,2,3段になってまして、少しあのギャザーが入っててプリーツっぽい感じになってるんですよ。なんでちょっとよりこうボリューム感が出て広がるようなシルエットになりますね。シルエットはまた後ほど着てみて皆さんにお伝えしたいと思います。はい、です。ちょっとパパ合わせると受けますねで、後ろなんですけどボタンが一つ首の後ろについてまして、そこを開けて着用するようなかぶりタイプのワンピースになります。はい、ということで早速月ママに来てもらいたいと思います。はい、じゃーん、来てみました。私が身長が153センチでサイズは 2XL を購入しました。はい、はい、こんな感じです。横から見た感じ後ろな感じですね。すごいボリューム感、サイズもあるんでしょうね。そう、サイズもあると思います。でも私結構 M サイズとか L サイズとかサイズを決めて、なんだろう、購入しないというか、実際着てみてよかったら自分のなんかこう着た感じいいなと思ったら何サイズでもいいんですよね。なんでこのサイズも 2XL 大きいかなって見た目思ったんですけど、でもこの大きさが多分着た時にさらにボリュームが出て可愛いかなと思って着てみたらバッチリだったので、はい、購入しました。なので皆さんもなんか結構サイズで諦めないで実際着てみてフィットするんだったら全然サイズ関係なく購入していいと思います。はい、長さはこんな感じで、うん、結構長めなんですけど、うん、アシンメトリーなのでいいですね。このカットが、ね、こんな感じで、はい、前が短めで斜めにカットされてるような感じですね。袖も本当は半袖なんでしょうけど、はいはい、サイズもあって五分袖のような感じで、こんな感じで肘が隠れる感じですね。これでいいです。そう、私肘あんまり見えるの好きじゃないのでこの肘が隠れる感じ結構好きなんですよね。はい、こういう感じで、あと白のワンピースのもう本当最大の、まあ、特徴というか、まあ、ちょっと透けちゃうんですよね、インナーが。なのでインナー選びは本当重要で、まあ、ショートパンツを履いちゃうか、もしくは透けないようにベージュのフェチコートを履くのがおすすめです。はい、はい、今私はショートパンツ履いてます。デニムのショートパンツとかでも
可愛いし、これ結構アシンメトリーなので、あのレイヤードしても可愛いと思うんですよ。デニムのスキニーのパンツとかちょっとチラッと見えても可愛いと思うし、まあちょっとより春っぽい感じで着れると思うので、そういう着方も可愛いと思います。はい、ドレスみたいな感じですよね。そう、可愛いよね。こういうの大好きなので、本当リゾートに合いそうな感じだったり、うん、そうですね。なんかリゾートで着てもいいですよね、今から暖かくなったら、うん、あとはまちぎれは本当スニーカーに合わせたりとか、うん、このワンピースが可愛い感じなのでスニーカーでちょっとスパイス出してもいいですし、サンダルで本当真夏もいいですもんね、これ綿100なので、うんうん、はい、ちょっと長い期間着用できそうだなと思いました、うん、はい。今1枚で着てるんですけど、まだこれじゃ寒いので1枚上に羽織ったコーディネートをしてみたいと思います。じゃーん、着てみました。どうですか、うん、ちょっと雰囲気変えてみました。本当春らしい感じで、ね、今年らしい感じになりますね。なんかちょっと甘々な感じからキャップかぶってスポーティーな、ね、まちぎでも着れやすくなりますね。ねえ、かわいい。ちなみにユニクロ U の 2,3 年前の春のコートですね。そうです、これすごい使いますよね、うん、あえてボリュームのワンピースにちょっと丈が長いボリュームがあるあのコートを合わせて、あの下のワンピースのボリューム感を邪魔しないような、うん、ビロンビロンなコーディネートです。本当振り切って。そう、これが好きなんですよね。はい。で、153センチで私小さいんですけど、こういうコーディネートが好きで、こういうコーディネートって割としてる人少ないんでおすすめです。うん、だけどこうシンプルなカラーにしてるので、うん、ごちゃごちゃしてないしすっきり見えるので、うんうん、はい、おすすめです。はい。はい、皆さんもぜひ。ザラのセール、次春夏に着れたアイテムを探すのもいいと思うし、うん、来年の冬にめがけて購入するのもおすすめです、うん、はい、シンプルなアイテム、流行り廃れのないアイテムなどぜひチェックしてみてください、はい、ということで定期的にメンズファッション、ウィメンズファッション、キッズファッション、ファッションニュースなどお伝えしてますので、よろしければチャンネル登録と高評価お願いいたします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。